農夫、水代湯。まだ、日も出ない早朝。荷車いっぱいのネギと白菜をロバに引かせて、町まで15キロの道のりを行く。ロバは、うんと年寄りだ。道中何度も苦しそうに立ち止まって、鞭を入れるのもかわいそうなほどだ。今年いっぱい、いや、この夏ごろにはもう使い物にならないかもしれない。と言って、若いロバを買うほどの金は、ウェイにはない。年々、町には高層ビルが建築され、ピカピカのアパートが立ち並んでいくというのに、ウェイ一家の生活は、ますます苦しくなるばかりだ。経済は驚異的な発展を遂げていると言っているが、その金は、ウェイのところには一向に回ってこない。かといって、ウェイの周りに、ないわけではない。その証拠に、向かいのワンの息子は、まだ25だというのに、BMW だかいう車を乗り回している。親にも、ヤンマーのトラクターを買ってやった。なんでも、つてを頼って、日本から古新聞を買い付ける仕事を始めたらしい。日本人は、たくさんの古新聞を出し、中国人はたくさんのトイレットペーパーを使う。昔はケツなんて汲み置きの水で洗ってたもんだが。他にも村には何人か車やトラックを買った者がいる。みんな何かの商売を始めた連中だ。ウェイのところのように畑仕事だけやっている者は生活が苦しくなるばかりなのだ。物の値段は上がるばかりなのに、作物の値段は一向に上がらない。これじゃあ、わしら百姓に飢え死にしろと言っているようなもんじゃないか。ウェイの声は誰に向けられたものか、彼自身にもわかりはしない。この先、わしらはどうすればいいのか。一人息子は今年、大連の大学に入った。賢くて勤勉な息子だ。一人っ子政策で子供は息子が一人きりだ。一家の自慢の息子だ。学費は安いが、それでもいくらか仕送りをしなければならない。息子への仕送りをすると、ウェイの手元にはいくらも残らない。新しい服も買えなければ、ストーブの石炭すらことかくこともある。無論、若いロバなど望むべくもない。年老いたロバが懸命に荷車を引いている。吐く息が白い。ウェイの息も真っ白だ。ネギは売れるだろうか。白菜は売れるだろうか。ウェイの作る野菜は形は悪いけれど、泥だらけだけれど、味は飛び切りだ。しかし、町の道端で店を広げても、最近は思うように売れなくなった。大型のショッピングセンターやコンビニとかいう店が街にたくさんできて、みんなそこできれいに泥を洗い落とされ、形の整った野菜を買うようになった。だから、道端で売っている泥だらけで形の悪いウェイの野菜は、このところ売れ残るばかりだ。いっそ、飢え死にするか。ウェイは大きくため息をつく。47にもなって、
自分の生きていく道が見えなくなった。これまで迷いもなく生きてきたのに、懸命に生きてきたのに、安らかな老いの時間が待っていると信じてやってきたのに、明日の糧すら手の中にない。わしらのせいか、わしらが悪いのか、わしらが間違っていたのか。多分そうなんだろう。ロバが立ち止まった。いや、歩けよ、ほい。無知を構えてウェイは思いとどまった。この年老いたロバもまた自分の歩く道が見えなくなってしまったのかもしれない。見上げると絵も言えぬ色合いに染め上がった暁の空が見えた。この宇宙の中で自分のようなものが一人、人知れず消えていってしまうのはさほど意味ないことだろう。ワンが BMW を乗り回していることもさほど意味ないことだろう。身が軽くなった。いや、歩けよ、ほい。ウェイは渾身の力を振り絞ってロバの尻に鞭を振るった。ロバが歩き出した。